おはようございます。今日のスケジュールはいかがなさいますか？はい、承知しました。どうしてですか？屋敷の近くで他に話ができる場所はありません。あ、それは何のジェスチャーですか？お待たせして申し訳ありませんでした。ショットガン？まさか。その人はどんな人でしたか？それなら多分ずっと前から町に住んでるあの人だと思います。2、3度遠くから見かけただけですが。廃墟になっていた町にどこからかやってきて住み着いたと屋敷の古い使用人に聞きました。
の人と話を。銃で脅されたのですか？わかりました。もうここには近づかないようにしましょう。ドクターも十分にご注意ください。万が一また脅されるようなことがあったら、決して逆らってはいけませんよ。銃を持った人間は普通ではありませんから。では参りましょう。ドクター、逃げてください。早く。こっちへ、屋敷へ逃げ込みましょう。屋敷の方へ走れ。早くしろ。話は後だ。何をしている？ここです。走りましょう。はい。ドクターは？あの人たちはそんなのじゃありません。嗅覚を失っていればそういうこともある。申し訳ありません。気分が悪くなったので休ませていただきたいのですが。失礼します。私は彼女に嫌われてるからな。しばらく屋敷の外へ出ない方がいい。この件は
私から会長に話しておく。